見てるんですか。痛い目に遭いたい。ビビってんのか。さーて、やってみろ。邪魔だよ。なっちゃったね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
おう。ねえ。なあ。若、こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか、どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか、あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか、向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか。手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん、はあ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか。じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃほら見ろ、リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。それ誰にもわからないっすよ。いやわかる。
なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え？そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若、いつからそこに？あの、若？おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。酔っ払いだ。何あれ、具合でも悪いのか。見るんじゃねえ、見るんじゃねえよ。起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。マザワンじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくるなんていい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ？え？田舎のおもちゃ屋か？あ？おもちゃだと思ってんのか？本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした？ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、ハンパモンのクソ。てめえ、いい加減に。しろ、俺やっち
この男が鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか？そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前をあいつはバーンだろ。ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんすけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな？じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だわ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党の奴らはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか？選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか？あのシェルターか？あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。
捕まえる。ビザの取得をサポートしたりするんじゃ。まさか今更彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな、それじゃ彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して異人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。すげえしませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。おい、えい、そうだかい。お前らなんでここに。おら、どけどけ。逃げるわよ。やっぱり罠だったじゃねえか。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。すっきり。おう、根性叩き直したんで。やってやる。さーて、ぶっ飛ばしてやる。なめんなよ。楽しむがいい。俺の番だな。見せてやるよ。はっきりしたで。俺の番だ。してみろ。叩きのめしてやれ。私が相手に勝てる。まった本気でやって。なめんなよ。痛い目に合わせますよ。いいね。私の番ですね。してみろ。寝てんのか。プレゼントだ。私が相手に。とっておきだ。遊んでくんないかな。さて、邪魔だよ。これだよ。しんどいね。見てなさい。まった本気で。痛い目に遭わせます。行くで。遊んでくんないかな。外さないよ。俺の番だな。舐めないでくれ。勝てると思う。私が相手で。また本気でやって。おっしゃ、行くぞ。俺の番ね。叩きのめす。邪魔れ。痛い目に合わせますよ。なんとかしない。とっておき。
私の番ですね。本気でやってん。見せてやるよ。しんどいね。ナイス。よっしゃ。俺相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫ずが走ってたんだ。まあまあ言わせたってやりましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まり。両手を合わせたらやりましょう。さて、邪魔だよ。とどめ。俺で終わりや。じゃがってきなさい。なんやほら。行くわ。もっと。くらえ。はい。私の番です。あいつをね。ちょっとおとなしくしてて。寝てんのか。もう終わりか。本気でやってん。二回目に合わせますよ。くらえ！ネットだ！
私の番ですね。くらえ！プレゼントだ。あすみえくん。元気満々やで。2回目に合わせばね。俺の番だな。
さて。さて、さて、きんのめす。俺の番だな。私が相手です。見てなさい。私の番です。プレゼントだ。俺の番だ。私の番ですね。セーレア苦しむがいい。私の番です。痛い目に合わせますよ。俺の番、叩きのめす。私が相手です。よし行くぞ。おら、さてプレゼントだ。よし、直したで。さて、邪魔だよ。なめんなよ。これでとどめ。俺の番だな。私の番ですね。セーレア苦しむがいい。見てなさい。ほら来いよ。ありがとうございます。さて、くらえ。プレゼントだ。ガセル遊んでくんないか。さて、俺の番。なめんなよ。なめんなよ。ぶっ飛ばしてやる。してみろ。早く来い。回復。よし、行くぞ。捕まっぜ。おしゃっと。私の番です。なめないでしょ。よし、とっておき。なめんなよ。私が相手。さて、俺の番だな。とっておきだ。本気でやって。さて、セーレア避けられるか。なめんなよ。私の番です。俺の番。叩きのめす。私の番ですね。まった、ちょっとおとなしくしてて。楽勝でした。テンション上がりますね。またいい女になっちゃった。いいじゃない。一つ上の男。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろうよ。箱の中におめえの首を見たらな。
し。めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。大海にはこんなのが、ワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバい奴らだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの、勘弁してよ。一番浜子さん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け浜子さん。一緒に探してくれよ一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだよ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめんよ。畜生。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、サッちゃん。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか。俺たちも行く当てがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後はとてもじゃないけど妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が。みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだったな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に近江連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった。
もちろん分かってるって。よっしゃ。ったく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッチャン、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか。俺がそんなに薄情に見えるか。こうなりゃ地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。